優勝に向けて大事な一戦となる今日の試合は、2週間ぶりの登板になる山崎伊織選手と K 選手の投げ合いになります。ジャイアンツはオーダーを大きく変更し、浅野選手が久しぶりにスタメンを外れ、2番センターでオコエ選手が起用され、丸選手はライトでの出場になります。5番にはレフトで長野選手が起用され、キャッチャーは岸田選手が7番で起用されています。試合前の公示で山崎伊織選手と入れ替えで泉選手が抹消となり、横川選手がベンチに入って、堀田選手がベンチ外となり、ブルペンは8名体制となっています。このチャンネルはジャイアンツを応援するジャイアンツファンの方に向けたジャイアンツを応援するチャンネルです。毎試合終了後30分以内にその日の試合の振り返り動画を投稿しています。さらにほぼ毎日、視聴者の皆様とジャイアンツについて語り合うジャイアンツ雑談ライブも行っています。チャンネル登録、高評価もお願いいたします。1回表の攻撃は、先頭の丸選手がツーベースヒットで出塁すると、オコエ選手が送りバントを決めてチャンスを広げ、吉川選手がレフト前へポトリと落ちるラッキーなタイムリーヒットでジャイアンツが先制します。さらに岡本選手もヒットでつないで1、2塁とすると、続く長野選手の打席で2塁ランナーの吉川選手が相手バッテリーの隙を突き、3投を決めて1、3塁とチャンスを広げます。長野選手はフォアボールを選んで満塁とすると、坂本選手はピッチャーゴロで併殺かと思われましたが、相手のまずい守備があってホームでのアウト1つで満塁が続きます。ここで岸田選手がレフトへ2点タイムリーツーベースを放ち、大きな追加点を奪います。初回からラッキーなヒットの連続と相手のミスにも助けられ、いきなり3点を先制します。1回裏の山崎伊織選手は先頭の梶原選手に初球を打たれヒットにされると、続く牧選手にもセンター前へヒットを打たれますが、三塁を狙った一塁ランナーをオコエ選手がレーザービームでアウトにして、大きな大きなアウトを奪います。佐野選手はシフトがはまってセカンドゴロ、オースティン選手の強烈な打球は坂本選手がうまく処理してアウトにし、先頭から連打を浴びましたが、山崎伊織選手はなんとか無失点で立ち上がります。2回表の攻撃は、ワンアウトから丸選手が2打席連続となるツーベースヒットで出塁すると、オコエ選手もライト前ヒットでつないで1、3塁のチャンスを作ります。吉川選手の打席でオコエ選手が盗塁を決め、2アウトになって岡本選手が申告敬遠で歩かされ、この回も満塁のチャンスを作ると、長野選手の打球は野手の間にポトリと落ちるヒットになり、ラッキーすぎる一打で2点を追加します。さらに2アウト1、3塁という場面で長野選手と岡本選手のダブルスチールが決まり、この回も3点を奪ってリードを6点に広げます。2回裏の山崎伊織選手は先頭の宮崎選手にホームランを打たれ、1点を返されてしまいます。続く桑原選手にもヒットを打たれますが、後続を打ち取ってこの回を1失点でしのぎます。3回表の攻撃は、2アウトから山崎伊織選手がレフト線へのツーベースヒットで出塁すると、丸選手はデッドボールをもらい、オコエ選手がマルチ安打となるヒットでつないで、3イニング続けて満塁のチャンスを作りますが、この回は得点できません。3回裏の山崎伊織選手は先頭の梶原選手にヒットを打たれ、3イニング続けて先頭打者に打たれます。佐野選手にもヒットを打たれ、2アウト1、2塁という状況で宮崎選手にタイムリーヒットを浴び、1点を返されます。さらに桑原選手にはタイムリーツーベースヒットを打たれ、伊藤選手にもタイムリーを打たれ、山崎伊織選手はノックアウトされます。ピンチが続く場面で横川選手が登板し、森選手を三振に打ち取り、見事な火消しを見せます。しかしこの回一気に3点を返され、6点のリードが2点リードになります。4回表の攻撃は、先頭の岡本選手が嫌な雰囲気を振り払う豪快なホームランをレフトスタンドに放り込み、追加点を挙げます。続く長野選手もマルチ安打となるヒットで出塁すると、坂本選手もレフトスタンドへ豪快なホームランを放り込み、さらに2点を追加します。
2点差に詰め寄られて嫌な展開でしたが、この回に2本のホームランでリードを再び5点に広げます。4回裏の横川選手は坂本選手の2度の攻守もあり三者凡退に抑えます。5回表の攻撃は吉川選手がフォアボール、岡本選手が猛打賞となるヒット、坂本選手がマルチ安打となる内野安打で、この試合4イニング目となる満塁のチャンスを作ると、岸田選手の猛打賞となるタイムリー内野安打、門脇選手の2点タイムリーヒットでこの回も3点を追加します。5回裏の横川選手もこの回も坂本選手とオコエ選手の攻守に助けられ三者凡退で抑えます。6回表の攻撃はオコエ選手が4月以来の猛打賞となるヒットで出塁しますが、得点はできません。6回裏は赤星選手が登板し2つの三振を奪って三者凡退に抑えます。7回表はこの試合初めて三者凡退に終わり、7回裏も赤星選手は三者凡退でパーフェクトリリーフを見せます。8回裏は船場様選手が三者凡退で抑え、9回表は得点なく、9回裏は平内選手が登板して試合終了となりました。今日も阪神が試合のなかったため、負けていたら1ゲーム差に迫られるところでしたが、勝って2ゲーム差に広げられ、マジックを3として優勝にまた一歩近づきました。今日も23時から祝勝会、雑談ライブを行いますので、ぜひご参加ください。明日のジャイアンツの予告先発は井上選手です。今シーズンはここまで24試合に登板し、防御率は 2.91 となっています。あと4イニングを投げればシーズン100イニングに到達します。前回登板の広島戦では5回を投げて8つの三振を奪い、1失点に抑える好投で8勝目を挙げています。今シーズン中日戦には3試合登板していて、合計20イニング以上を投げて2失点、防御率は0点台で3勝を挙げています。打者別の対戦成績を見ると、細川選手には8打数3安打と打たれていますが、その他に特に苦手にしている打者もいなく、右打者に強い井上選手なので、右打者に強打者の多い中日相手にはこれまで好投が続いています。明日はおそらく井上選手のシーズンでの最後の登板になると思うので、飛躍のシーズンになった今シーズンを良い形で終わらせてもらいたいです。対する中日の予告先発は高橋宏斗選手が登板すると見られていましたが、梅津選手です。今シーズンはここまで12試合に登板し、防御率は4点台で8月12日以来の1軍登板になります。直近の2軍戦では2試合連続で7回を1失点に抑える好投を続けており、状態は良さそうです。通算ではジャイアンツ戦に6試合登板し4勝を挙げて、防御率は2点台となっています。今シーズンのジャイアンツ戦には2試合登板し、いずれもバンテリンドームでの登板で、4月は6回2失点、5月は6回途中を1失点と、ジャイアンツ打線は梅津選手を打ち崩せてはいませんでした。打者別の対戦成績では岡本選手とオコエ選手がそれぞれ2安打を放っていますが、明日はどういったオーダーを組んでくるでしょうか。高橋宏斗選手よりは対戦しやすいとは思いますが、梅津選手も良い投手なので気は抜けません。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。